はい、お世話になっております、フォトレシオです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。本日はね、こちらコルハートさんから出ております F6 シリーズ、このフォーク1とスマホホルダー、こちらね実際にバイクに搭載していろいろと試してみたいと思います。コルハートさんの F6 シリーズというやつで、まあ、いわゆるそのバイク等にね、スマホやアクションカムをね取り付ける時のクランプと、こちらのスマホホルダーなんですけども、こちらねそれぞれなかなかの優れものなので、詳細をご覧いただいた後実際に、バイクにね取り付けて試してみたいと思います。でこれ系のねクランプって結構たくさんいろんな商品出てるんですけど、加え込む強さとか、あとはこの形状でね付けられなかったりとか、まあいうことはあるんですけど、この形状でまあいろいろな場所に取り付くことが可能ですね。ところにがっちりと加え込むことができると。でですね、こいつの優れものな点はですね、こういうクランプって、まあ、六角で締めたり緩めたりとすることがある、もしくはこう手でね回せちゃったりとかして、まあ、パクられることあるんですよね。よく考えられていて、ここにこういう回すための工具がついてまして、頭がね特殊な形状になっててスッと入れられるようになってるんですね。でこれで回せるんですよ、ギュッと。でこれは取っておけばなかなか手ではね容易に回らないと。これね優れものでしょう。これで安心、まあ、工具とか持ってこられたらダメなんですけど、手軽に安心が買えるということですね。まあ、もう当然これつけっぱなしにしたらダメですよ、はい、でこれをキーホルダーかなんかと一緒にねつけておけば、大丈夫ということですね。まあ、これよくできてるよね。で実際のね使用にあたっては、同梱されているこの滑り止めをね、まあ必要なところに巻いて、これをね止めることで、まあ、滑りにくくなる。これは鍵と一緒に保管ですから、これがキーリングにつけられる用の、輪っかもついてます。よいしょ、まあ、これで、キーホルダーにつけとけるということですね。このオーリングなんだ、このオーリングはここのセキュリティナットのここに、オーリングがはまっているので、これがちぎれた時のための予備だと思います。あらゆる大きさのものにクランプできるということで、はい、ちょっと例として、はい、これでね32π まで、32ミリの太さまでクランプ可能です。インナーバーっていうのがついていて、この緑色のやつ、こういう風にすることで10ミリのバーまで、バーから16ミリまで、このインナーバーを使うことで細いものにもクランプ可能です。細いものから太いものまで、四角い形状、こういう形でプレート状のもの、板状のものにもクランプすることができます。バイクだけに限らないで、例えば旅先とかで机とかにクランプして自撮りするとか、まあ、そういった用途にも使えるということですね。そしてセキュリティもめちゃくちゃ考えられているということで、よくできた商品ですね。4分の1ネジのもの、 GoPro マウントのものがあります。マジで動かない、これ結構強力っすよ。 GoPro マウントはついてますけども、マウントのネジの方はねないのでご注意ください。ただアクションカムをね使おうって人は持ってると思いますけども、はい、こういう感じでがっちりと加えることができます。4分の1ネジがありますので、まあ、カメラをね取り付けることも、ハンドグリップ的に使う分には全く不安なく保持してくれますね。だこれをちょっと車載するかというと、ちょっと厳しいものはありますかね。今回一番の目玉というか、一番はこれが注目ですね。私 iPhone 使ってるんですけど、 Apple からね光学式の手ブレ補正の入っている iPhone はバイクの振動とかで手ブレ補正が壊れると、壊れる場合があるぞというアナウンスが出ました。でそれ聞いて、ちょっと車載することをためらってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、そこで出たのはこちら、磁力の力でこのホルダーをね浮かして細かい振動から守るという商品です。見てみましょう。はい、こんな感じ、横はこんな感じで、ここにこの磁力で反発するようになってるんですね。でねこれちょっと絵面だと分かりづらいんですけど、
この円が切れてるんだよね、ここの本体と。でゴムであのグニェグニェするようになってるんだけど、細かい振動が伝わらないような工夫がされていると、効果があるのかっていうのはちょっと謝罪してみます。でうちのバイクはね、振動番長あの V2E のね 1700cc というハンドル持てばビリビリするっていうバイクなので、これの効果が見た目でわかるんじゃないかと思いますので、ちょっと見てみたいと思います。こういう、まあ、金属のアームがあって、これでスマホを加え込むようになってます。で後ろにあるのがロックですね。はい、これで動かなくなるって感じです。で、付属品としてここの防振と、あとは、ね、パッドがついてます。こっちはケースそのまま使うのであれば、例えばねこれみたいに、ちょっと比較的厚めのケースですけども、この厚めのケースをまんま使うんであれば、まあ、このままでもバツッとはまるし、ケースを使わないパターンの方もいらっしゃると思います。ケースが薄いパターンとかね、この場合はホルダーの枠は金属なので、こういったもので保護しないとスマホがね傷ついてしまいますので、保護してロックかけると。あ、結構隙間が空くので、このねスマホの厚みに合わせて厚みの方はね調整できそうですよね。あ、これでいいかな、なんか良さそう。今ついてるのがいわゆるラムマウントですねのスマホホルダーです。これをちょっとつけてエンジンをかけてみたいと思います。はい、ちょっともしかするとめちゃくちゃエンジン音で聞こえないかもしれないですけど、どうでしょうか。結構揺れてますね。このねアイドル時が多分一番振動がすごいんで、まあ、これをでこれでね振動を測るアプリがあるので、これで測ってみたいと思います。こんなもんかな。はい、一旦止めます。この隣に、はいはい、がっちりと、よいしょ、こんな感じでしたね。はい、これしっかり締めます。ではエンジンをかけます。そして振動計測ソフトアプリの計測を開始します。はい、波形がね明らかにちっちゃくなってるんですよ。振動が緩くなってます。これいいかもね。はい、ダウンチューブ脇のねこのロットにで、マフラー熱い、いいですね。インスタ360を取り付けてみました。次はこのウィンドウシールドの前にねこういう風につけてみたらどうでしょうか。こんな感じとか、こういう薄い板でも大丈夫ですね。レーススタンド用のローラーがあります。ここにもつくと思いますね。こんな感じでレーススタンド用のローラーのところにつけてみました。これはまあ後ろ向きでも前向きでもいいですよね。うん、どうでしょうか。もうさまざまな場所にこのフォークはね取り付けることができますので、いろんなアングルでねアクションカムとかを楽しむことができると思います。4分の1ネジのついたボールヘッドは別売りで売られてますので、このアクションカムだけに限らず、あの三脚ネジ穴のあるコンデジとかアクションカムももちろん対応は可能です。これで実際に撮ったね映像を最後にご覧いただいてお別れしたいと思います。では行ってきます。右のミラーにクランプしてます。自撮りですね。自撮り行きましょう。はい、というわけでね、フォークワンをレーススタンド用のローラーのところに、マウントしております。カメラはインスタ360の1インチユニットですね。でなのでその車軸のところから、まあ、前に向けて、まあ、足を、ね、狙って
なんかの、画角ということで、まあ、結構珍しい系なんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。まあ安定してるんじゃないかなと思います。はい、これがバイクのフロントのウィンドスクリーンにねマウントしてます。ちょっとやっぱりカーボンでしなるんで、ちょっと揺れはね大きいかもしれないですね。もうちょっとしっかりしたウィンドスクリーンだったら多分ガッチリとつくと思いますね。ただそのなんか滑り落ちちゃいそうとかそういうことはないですね。どうでしょうか、フロントタイヤをこういうインサートあるよねみたいな。ちょっと揺れてるからもしかするとブレブレかもしれないですけど、あ、結構ね悪い道をガツンガツン走ってますけど落ちませんね。ダウンチューブの脇にあるブラケットに、これ多分オイルタンクのブラケットかなんかだと思うんですけど、にあの1センチぐらいの細いパイプに、クランプして取ってます。フロントタイヤをね、の方を向いて、取っているという感じです。まあ、とにかくバイクいろいろな、ね、パーツあります。あのパイプとかスクリーンとかで、その板厚の厚いものもいけますし、パイプ系もね細いものから太いものまで自由自在にクランプできますので、なかなかいい商品かなと思いました。いろいろと凝った画角でね、車載動画が撮れると思いますね。今ピースヤエーの人がいましたのでちょっとヤエーしました。正月からねバイクに乗ろうという物好きとはね仲良くしなければいけません。いや本当にねがっちりとクランプできるんでめっちゃいいです。外れそうとかそういったね不安感が全くないのでめちゃくちゃいいですね。今日はねこの辺で失礼してラーメンでも食べて帰りたいと思います。それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。